では第2部始めたいと思います。電子工作女子大生漫画春ロック技術アドバイザーと女子大生クリエイターキュンくんに聞くものづくりの魅力ということで、ここからは、このテーマによって、ゲストのですね、ニャロコンピューターの鳥居淳二さん、ロボティクスファッションクリエイターのキュンくんをお迎えして番組を進めていきたいと思います。お二人ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、簡単に、はい、自己紹介をお願いできますでしょうか。今回のトークテーマ、としてですね、漫画の春ロックについてっていうのがありますので、これについてのコメントもそれぞれお願いしたいと思います。でまず鳥居さんからお願いできますか。はい、春ロックの技術アドバイザーを、させていただいております鳥居です。本業はニャロコンピューターという会社で、まあ、委託のソフトウェアの開発とかハードウェアの開発、それからあと電子工作キットの開発とかの業務をしております。 ありがとうございます。ではキュン君。はい、私はロボティクスファッションクリエイターという名前で、まあ、肩書きで活動しているんですけど、ロボットを着るウェアラブルロボットを作るっていう活動をしています。本業は大学生で機械工学を勉強しています。おなんか事前情報を知らない人からすると、うん、キュンくんって聞いてたのに女の子来たみたいな。まずそうですね、キュンくんっていうのはキュンくんまで含めて名前なんですよね。中学生の時の部活であだ名がついたやつがキュンくんで、もうそのままずっとあだ名を使ってたらこんなことになってしまって、うんうん、じゃあデーモン閣下とかサンプラザのさかなクンさんみたいな、普通にキュンくんと呼んでいただけたら関係ないでしょ今。はいはい、ではまあ一応このテーマが春ロックというんで、はい、春ロックというのは皆さんご存知ですかね。もしご存知ない視聴者の方がいらっしゃるかもしれないので、ちょっと簡単に紹介させていただきたいと思います。画面が見るかな、出ますかね。最新刊がここにございますけど、はい、出ました、うん、そう持ってるアピールですよこれ。ありますよって意味、はい、かわいい、はい。春ロックというのは、週刊モーニングで連載されている漫画で、電子工作大好き女子学生、女子大生ですね、春ちゃんの日常を描くものです。春ちゃんは幼い頃インターホンや家電などドライバー一本でいろいろ分解してしまう、その分解魔と呼ばれていたという、こういう人結構いたらしいんですけれども、高校時代の部活の顧問の先生の影響で電子工作に目覚めて、大学生、今は大学生なんですけれども、授業が終わったら空き場でジャンク品を漁って、自宅で電子工作をしていると、そういうやんちゃな女の子だそうです。で彼女はいわゆるその女子大生的なショッピングとか、と恋愛とかその辺に全然興味はないので、そこもいわゆる僕ら的な草食系な若者にとってはチャーミングなんじゃないかなと感じがします。で、はるちゃんの身の回りの人の悩みを解決するので、こんなものがあったらいいなっていうアイデアを膨らませて、空き場に行ってこう素材、空き月とかいろんなところですね、材料を調達して、機械を作っていくという、まあ、そういうお話なんですけれども、例えばその洗濯機を操作するゲームコントローラーや、あと猫の動きを確認、インターネット上で確認できるネコッターというのを作っています。これなんかすごい面白かったんですよね。後で紹介されると思うんですけれども、こんな感じでハルロック の, そのいろんな人間模様とかですね、出てくるんですけれども、この中になんとこの僕のお隣にいるカエさんが出ていると。羨ましいです。ありがとうございます。これねすごくね難しいなんですけど、3巻にはまだ載ってないんですよね。ああ、そうか、これ皆さんちょっと4巻買ってくださいという話になるんですけど、もしくは本誌を。そうですね、ちょうどなんかいろいろ結構この3巻の中で、ただのものづくりから起業にちょっと目覚めていくような、ストーリーのエピソードが書かれていて、その中で私のいるセレボが入っている DM.メイク 秋葉という施設にちょっと取材に行きたいみたいな形で来ていただいたんですけど、その時たまたまこういろいろ案内してたら、隣にいる時に写真こう撮っていただいて、そのまま載せていいですかっていうので喜んでという形で載ったところですね、なんか
バーカウンターがその DM.Maker 秋葉の施設があるんですけど、はい、そこを紹介してたら、うん、なんかお酒が好きなんですかみたいなキャラクター設定になっておりですね。ああ、その通りじゃないですか。なんでバレてんだって各界からすごいツッコミをいただきまして、はい、もう本当光栄ですね。この本当にあのハロクテ漫画多分このものづくり系の業界で読んでない人はいないぐらい大人気なので、もう作者の方がいらっしゃるときになんか来てるらしいよとかでもその辺でざわ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 っていうぐらいあの話題になっていて、はい、まだまだあのその詳しいエピソードはあの4巻の最初に出てくるんで、4巻はぜひ、いつ頃ですかね、これ次は4月の23です、はい、ということで、あ、もう決まってるんですね、はい、ぜひ4巻もお買い求めくださいと言いながら、はい、僕は Kindle で買ってるので、そうやって持ってくることができるんですけれども、ほぼ同時ぐらいに出るんで、うん、そうですね、うんうん、ではこの辺のですね、なんで春ロックが始まったかっていうふうなところを含めて、鳥居さんになんでその技術アドバイザーを始めることになったのかっていうのは。そうですね、あのいつもはあの西本先生が考える変築林な電子工作これできますかみたいなのが、まあ、お問い合わせをいただいて、それに、まあ、答えるのが僕の役目なんですけれども、もともとは西本さんの旦那様と職場であの知り合ったのがきっかけになります。で、まあ、西本さんこれ前作あの犬神モッコスっていうあの作品お書きになられてるんですけれども、この次何書こうかっていうところで、まあ、旦那様にあの旦那様もあの技術者でファームウェアから何かサーバーサイドのソフトウェアまで、結構幅広くカバーされる方 で電子工作って面白いんだよみたいな話を普段からあの僕は普通にしてたんですね、うん、そしたら今度奥様が電子工作書こうかなみたいな話になって、うん、実はこの春ロックの前に、まあ、あの春伝っていう名前で講談社さんじゃないんですけれども一本読み切りの漫画があったんですね、うん、でその時にちょっと手伝ってほしいって言われて、まあ、関わるようになったのがきっかけですね。素晴らしいですね、うん、やっぱりお友達はそういう人をちゃんと囲っておくべきだっていう。まさかそれは一見役に立たないようだけど、うん、後で役に立つという、うん、ちなみにこれまたあれですよね、あの事前情報ない人からすると西本先生女性だったのっていうのでまた一びっくりしそうな気がしますけど、確かに私も女性的ですごいびっくりしました、うんうん、電子工作なのにって、ね、電子工作漫画だから男性かなとか思ってた、うんうん、しかも恋愛とかほぼ絡まないストーリー仕立て で、ね、恋愛要素ゼロですもんね今のところ、うん、まあ、ちょっとゼロではない、恋愛域を超えてちょっと分解されたいっていう人が出てきますけど、いやそれは変態じゃないですか恋愛とは違いますよ、そうで、ね、あのこの女子大生でその機械好き、はい、はそのハードウェアハッカーということだとキュン君がちょうどその、はい、うん、そうですね、まさにですよね、キュンクモデルってわけじゃないんですよね、いや全然違うと思います、偶然ですけど本当はるちゃんみたいな、うん、そうよくリアルはるちゃんだって言われますよ、うんうん、でキュンクはなんでこの、こういうものづくり系に入ろうと思ったんですか。でも小学生の時からずっとロボットが好き でロボット作りたかったんですけど、ロボットって結構機材がなかったりしないとできなかったりして、うん、電子工作だったら自分のできる机でできるのでやろうと思って、うん、中学生ぐらいの時から秋月とかで部品を買って電子工作を始めるようになって、うん、それで高校生とかになって服作りをしたりして、で今大学生になって機材が身の回りにあるようになったので、まあ、DMM.Maker 秋葉にも入ってるので機材をいろいろ使ってロボットを作ってます。うん、入ってるってどういう入り方をしてるんですか。 こっそり潜り込むとかじゃない。ノンユーフォークスタジオっていう、うん、IoT と音楽を掛け合わせたデバイスを作る会社がありまして、うん、その会社になんかインターンというかほぼ社員みたいな感じで入ってまして、うん、そこでその会社が DMM.Maker 秋葉に入居しているので、おそれで使わせていただいてます。いいですね、音楽とものづくり、うんうん、ちなみにどのロボットを見て作りたくなったんですか、ね、作ってみたかったロボットとか。なんだろう、作れるんだっていう、作ろうと思ったのきっかけは黒いのっていう、うん、あの高橋智隆さんのロボットですね。あの方がもう一人で全部筐体から中の構造から作っていたので、一人で全部作れるからやってみたいなと思って、うん、あロボットデザイナー。そうですね、あの好きなロボットとかあります。好きなのは産業用ロボットが一番好きだ。本物のロボットだ。もっとなんか猫型とか来るとかね。なんかあんま人型とか可愛いのが好きじゃなくて、なるべく人型じゃなくて、なるべく気持ち悪い方が好きなので。そうか。
本当変態の領域ですよね。だけどファッションもやってるっていうこの。でもファッションも結構変態ですから、うん、変態ようなもんですよ。そうなの、まあ、人と違うっていう意味では確かに、ね、ファッションも変態といえば変態、うん、なんかパリコレとか見てたら変態みたいなのいっぱいあるじゃないですか。この間ハートの頭をしたやつとか出てましたね、うんうん、ハートの頭見てみよう、うん、理解を超えたの結構きますからね。うん、うん、同じようなことだと思います。なんかそこ、うん、僕突っ込んでいいですか。はいはい、どうぞどうぞ。天の声みたいになってる。そう、あそこに映ってるんです、ね、すいません、鳥居さん、キュン君さん、こんな形でご挨拶してすいません、初めまして。よろしくお願いします。あの僕はあのソフトエンジニアをやっていて、まあ、今サンフランシスコにいるんですけど、あのどちらかっていうと多分このものづくりともともと対極にいる感じっていうか、もうソフトウェアだけでもう電子の世界に入りたいみたいな、あのもうバーチャル 3D の世界で生活できる方、早くできる、あの早くバーチャルに生活できる世界来ないかなってどちらかというと思ってる側の人間だと。あ、そういう変態ですね、うん、そう、なんか それで、あの僕も正直それで松尾さんに言われるまでハルロックも読んでなかったんですけど、で読み始めて結構ハマって見てて、まあ、すごい面白いんですけど、うん、一つツッコミがあるとすれば、なんかハルちゃんを見てると結構へこむ。どういうことですか？ツッコむツッコむようにへこむじゃないですか。どっちだ？自分の無力さにこんなに早く物作れない俺みたいな。え、でもそれはへこみますね結構。速度速すぎて作る速度。そうなんですよ。なんかね、ハルちゃんの実装力の高さに、そうそう、なんか負けた気がするんですよね。絶対もっと時間かかる。でもそれハルちゃんに負けてるんじゃなくて、うん、鳥居さんに負けてるってことなんじゃないですか。鳥居さんはハルちゃんより早いですか？いやいや、ハルちゃんにはかなわないですよ。ハル、うん、ちゃん、あの一コマで行くじゃないですか。そうそう、あれ絶対無理ですよね。一コマに1時間ぐらいかかります。あのコマとコマの間にいろんなドラマがあったりするんですよね。1時間で済まない。まあね、でもね、世の中あのたった3ヶ月 あのバスケットの試合が3時間かかったりする漫画もあるんで、一コマの時間結構長いかもしれないですよ。うん、実はいや結構ソフトウェアだけで作ってても、うん、実はすごい時間かかったりするんですよね。うん、だからなんかあの 1話で作ってるやつってなんか数日でできましたとかできるじゃないですか、うん、そう、あのリアルな時間感覚をもうちょっとねこう表現してくれると僕の心がもうちょっと詰まるなもうちょっと試行錯誤してほしい感じが、うん、そうなんですよ、どんどん進んじゃう、そう、本当スラムダンクみたいなことになりますよ。大丈夫です。本当に、いやでもなんか冗談抜きでちょっとそこはこうリアリティを出した方が新しく入ってくる人も、うん、なんかこう、まあはるちゃんもこのくらいかかってるんだから僕だって最初時間かかるよねみたいな、はい、リアリティがちょっと出るかなっていうところはちょっと正直、うん、でもリアリティって意味で言うとあれですよね、漫画の中に出てきた開発製品が実際に本当に作っちゃってたりして、ああどういう本当になんか見たいですね、そういう絵があるんだったら、うん、あ、そうですね、あります、あ、じゃあぜひ、これね、ここに書いてあるんですね、あ、ちょうど出てます、ね、これネコッターですね、今日は現物、あ、これあの現物持ってきてるんですけれども、西本先生のうちでの猫ちゃんが実際にこうつけた、猫の毛がついてる、あ、本当だ、リアルだ、本物だ、生ネコッターですね、すごい、ゲップナウ、いや、ゲロナウです、あ、ゲロナウ、ゲロじゃなかった、ゲロだ。でそれとあのロック君があの光るネックレスっていうのを言ってたの、はい、これ実はあの漫画のネタになってるので、あの漫画の前から存在してるんですね。あ、これあの実際にあの作りたいって言った子がいて、秋葉でその部品を買って、あ、じゃあ見てください、うん、すごい、あのハンダ付けしたんですけれども、チップ LED がハンダ付けできないっていうんで、僕のところに相談に来て、チップ LED をハンダ付けしてるうちにこう手伝うことになっちゃって、うんうん、こっちはですね、これ見えますかね、あのすごいおしゃれに見えるんですけど、裏に一番手作りです、基板が思いっきり乗ってるっていうこの、この面白さ、基板だけの方がおしゃれとかいう人もいるかもしれないですけど、ね、うん、私基板だけであのキーホルダーと、あとブローチ作ってます、 ありますね、可愛いやつ、基板を可愛く、はい、ってキュン君の持ってる方がもっと欲しい人がいるとかっていうんで基板を起こしたんですね。ね、そうですね、これ、こっち手作りなんですけれども、基板ですよね。それとですね、あと、うん、漫画に出てくるあの洗濯機、あの僕ん家の洗濯機と同じなんですよ、うん、あの壊れちゃって
でなんかそうなんです、直そうかなとか思ったんですけど、すごいですね、CPU が、うん、ダメになっちゃったんで、かっこいい、しょうがないから RDE のくっつけてなんで洗濯コースがオリジナルなんですこれ。RDE ので洗濯機って動くんですね。まあ、CPU 取り替えてるから RDE ね。ちなみに元の CPU ってどういうやつなんですか。なんかシャープの CPU でもう分かんないんで、うん、パチパチってきてポイして、あとそこに RDE のくっつけちゃう、うん、へえ、うん、アルドゥイノっていうのが、うん、最近割と入ってる電子工作のキットで、うん、いろいろそれ使ってもう製品開発 もう試作とかにも使ったりするようなやつなんですけど、うん、そういうものを買ってくると洗濯機も動かせる、うん、すごい、素晴らしい、うん、心臓部はイタリア製、イタリア製です、うん、筐体は手足は日本製ですね、うん、素晴らしいな。私もネコッターは最高ですよ、ね、うん、ありがとうございます。いやもうあれは素晴らしい、うん、そうね、ことは部品は買ったんですよね。ですが、ですが、なんとメーカーフェアで販売されてたので、でも結構全部揃えると高いんですよね。高いですね、ちょっと、うん、いくらぐらいですか。確かこれのセットが3000円で、うん、確かなんかラズパイセットが1万円とかなんですね。まあ、でも中にラズパイ入ってると思ったら、うん、そうですね。ラズパイの価値を覚える人には安いですけど、そんな知らんわ、猫ついてほしいという人はちょっと高いかもしれないですね。でもこれを猫に最終的に装着できるっていう目的があれば、うんうん、これで作ろうと思うじゃないですか、うんうんうん、特にギャロン、確かに積みマイコンにするぐらいだったら、ね、そうですね、猫のギャロン問題って結構ね深刻なんですよ。猫飼われてますもんね。でもこれちょっと、うん、販売されてるのはゲロナウはいけないんですよ。あ、そうなんですか。でゲロナウはちょっと難しくて、まあ、漫画でも説明してるんですけれども、うんうん、機械学習とかを使ってですね、うんうん、サーバーサイドで頑張って処理をするっていうような設定になってます。その辺はどうですか ね、パナソニックの技術とかで、そうそのまま使ったらね猫の、ね、ゲロのゲロ、こんなに繰り返しいいのか分かんないですけどゲロの、ね、音を解析してね猫ってあれば面白いですよね。ああ、じゃあリスナーも必須ってことですね。必須かどうかね、オプションでね、リアゴス的にどんどん買ってってもらって、あ、素晴らしいですね、はい、なんかすごい向こうで言いたそうなサンフランシスコの方がコメントしたそうですけど、はい、いやいや僕もだからさっき の、 そのリスナーで次世代、うん、なんかネコッターのバージョン2みたいなのは作れるなとはちょっと思った、うん、先に行っちゃったってやつですねこれ。台本なくせか突っ込んでたつもりなんだけど、声が届いてなかった間に言われちゃったって今、うん、あ、ごめん、最近鳥居さんに、そう、僕そういう意味では、で別のネタ的には、はい、ネタ友ってご存知ですか。ネタ友って、あ、存じ上げてないです。はいはい、なんか僕最近あれをゲットしてすごいハマってるんですけど、ええ、どんなもんなんでしょう。あれはですね、なんかまあ空気、基本的には温度計なんですけど、百葉箱って言うんでしたっけ、昔で。あ、そうですね、百葉箱です、ね、はい、外に置いといて空気、気温とか湿度とかが取れるんですけど、僕がハマってるのはそれで CO2 の濃度が取れるんですよ。お、素晴らしい。で、CO2 の濃度がなんか100ppm、ppi かなになる以上になると、ちょっとこう眠くなってくる、空気が薄くなって眠くなってきて、2000超えると軽い頭痛が起きますみたいな、その指標があるじゃないですか、はい、でそれがこうリアルタイムに分かって、で1000超えるとノーティフィケーションが飛んでくるんです。おお、じゃあこの眠いのは CO2 のせいだぞっていうのが分かるんですね、はい、なるほど、まさにそうなんですよ。そう、それで僕は今まで換気をすることにすごい反対してたんですけど、うん、最近換気マニアになって、もうちょっとなったとすぐそうそう、あ、眠い時換気すればいいんですか。そうなんですよ、本当にそれね、なんか聞いてる気がするんですよ。聞いてる気がするなでもね、でもなんとなくそのちょっと眠気がするなとか、ちょっと空気悪いなっていう感覚が、うん、数値でなんか表されるとすごいこう説得力が出て、うん、最近ハマってるんで、そこをこうね、もう一歩進めるアイディアを、うん、なんかこう考えていただけるとって、すごい他人、ありがとうございます。それすごい重要なことで、僕実は計測マニアなんですね。何でも測りたいんです、うん、まあ、空気も測りたいし、こう塵も測りたいし、うん、まあ電気も測りたいし、雷一番測りたいんですけど、周りのものを全部数値化したい、周りのみんな数値化したいんですよね、うん、でそういうふうにしてると、何かが起きた時の因果関係みたいなものがを自分ではっきり分かることになって、生活も結構楽しくなったりとかすると思いますね。あとはそれをやった時に知ったのは、やっぱりその
僕は今までなんであんまり換気したくないなと思ってたかっていうと、外の空気ってなんか今時排気ガスとか多いし、ホコリとかもすごい舞ってるから、下手に外の空気入れるぐらいだったら家で空気清浄機入れてた方がいいんじゃないのと思ってたんですけど、今回その CO2 濃度というかネタタモを見て、その CO2 のことを気になったらやっぱ調べ始めるじゃないですか。でいろいろ調べてみると、実は外気の方が全然綺麗で、室内に溜まっている滞留している空気っていうのはすごい家の中から出るホコリによってすごい汚れてるみたいな、そういうなんか新たな知識を得られるっていう意味では、今までない、そう今までになんかあまりこう可視化できなかった情報を可視化することで、なんか今まで常識だと思っていたことが実は全然間違っていたっていうことを知れる機会になったので、素晴らしいです。であとね、僕個人的にはハウスダストとあと花粉のセンサーとかがそういうのにつくと、IoT 的にはいいんじゃないかなと、特にこの季節、どうですかね、ネタ的には。いや結構面白いと思います。ハウスダストとか測れるのは実はマウスの裏側が使えたりするんですよ。マウスの裏側ってこう光が出て、その反射を取って、それのまあすごい低い解像度の絵をの相関を取って右か左かとか判定するんですけど、実はあそこにまあ光が反射してるっていう風にの情報だけを得て、ホコリを測ることっていうのができて、僕試作したことあるんですけれども、結構楽しいですね、あれ測るのも、マウスで、マウスで、またマウス、またマウス、マウスコンピューターすごいですね。友達がなんかラズパイで家の中の情報を全部取得するみたいなプロジェクトやってますね。Wi-Fi の数とか、そのハウスダストの数とか、シェアハウスでその情報を全部取って。どれだけ汚いかとかよくわかるっていう、そういうのですね、共有するっていう、そう別のシェアハウスっていう、シェアハウスどこの扉が開いたままになってるかとか、あいつ掃除しないなとか、そうそう、そういうのもね、なるほど、そうそう、でもそういう情報でなんか全然関係ないような情報に見えても、CO2 濃度とかでも人がいるかいないとか一目瞭然ですよね。なんか家族が家に帰ってきたかどうかとかってすぐ分かる、へえ、空気が薄くなってるみたいな、そうなので、なんかすごい面白いですよね。ちなみにあれですね、結構堀さんの興味というかキャラクターがすごい把握できちゃった感じがするんですけど、キュン君はどんなものを作られてるんですか。で僕は割と知ってるんですけど、あえて言わさせていただきます、進行してる、はい、写真出せますか。あ、これ今日の朝切削が終わったアルミなんですけど、今3月に向けて、3月の某イベントに向けてロボットを作っていまして、でそれのロボットをちょっと CNC でパーツを切削しています。はい、かっこいい、ないので設計して、でも肩からアームロボットが伸びるみたいのを作っていて、それの画像はちょっと出ないかもしれないですけど、アームロボットってなんか手が出てくるんですか。そう、いや人間の手みたいな形をしてるのは面白くないので、もっとメカっぽい感じのデザインでやってるんですけど、寄生獣とか東京グルー的な感じの、そういう生々しいことじゃないですか。あんまり見てないです、で今その入っている会社がスマートシューズを設計作ってるの、あこんな感じです、スマートシューズ作ってるので、そのスマートシューズが足の動きを検知できるんですよ、その足の動きと腕の動きが同期したらめっちゃ面白いパフォーマンスができるかなと思ってます。ちょっとそこを実装ができるかどうかちょっとまだわからないんですけど、時間制限的に、すごいすごいですね、ロボット作りたいって言ったら本当に女子大生でロボット作っちゃったっていうのは、でも結構いるんじゃないですか。いやいや、そういないじゃないですか。いるんですか、周りにいます。女子大生じゃないけど、私なんかロボコンやる部活に入ってるんですけど、女子今んとこ一人かな、私の学年は一人ですね、そうはいないですよね。そうですね、この間 IT メディア の、 ニュース編集部でやった読者感謝祭っていうのが、やったんですけれども、そこでロボット、そのドール型のロボットを展示したんですけど、その時にそのドール型ロボットを取り囲んだのは女性の皆さんばっかりで、なんかロボットだとでも作ってるのは男性が多いんですけど、電子工作は結構女性が多い気がしますね。ロボットよりかはハードルが低い手芸っぽい感じがあるからですかね。手芸部ありますもんね、なるほどね。電子工作やってる部活も入ってるんですけど、そっちの方が女子多いです結構。へえ、
そんな部活欲しかったですね、子供の頃に、ね、結構周りに電子工作やってるデザイン系の女子とかが集まってきたりもしてて、どんどん増えてきてるかなと思います。ハルロック影響もあるかもしれません。ハルロックだけなんか女子大生というとセミナーできるんじゃないですか、これ絶対できますよ、それぜひ、うん、女子大生集めて楽しい思いをしましょう、工作カフェを、うん、最近僕の家の前にある電気屋さんが倒産したんですけど、レディオシャックなんはい、ラジオシャックっていうなんかすごい全米一チェーン店だった電気屋さんがついに潰れてしまった、その中でそこってもともとハンダゴデとか抵抗とかコンデンサーとかそういうのいっぱい売ってて、そういう昔からいるアメリカのそういう自作っていうかハードウェアマニアの人になんか受けてたっていうか御用達だったお店みたいな感じなんですけど、日本でいう秋月ですか。ああもうそんな感じのやつがなぜか街中にいっぱいあるんですよ、うん、羨ましい、うん、そう何千点でそれ羨ましい、そうなんで、それがこんなにこの時代が来てる今に多分あと一歩間に合わなくて、あと1年頑張れたらきっと時代が来たんだけど、潰れてしまって今目の前で 70% オフのセールをやっていて、それは羨ましいなんかでハンダゴテとかなんかすごいいっぱい売ってるんですけど、うん、これから僕だけじゃなくてこういうものづくりを始めようと思う人は何から揃えたらいいんですか、なんか買っときたいんですけど。なるほど、ね、本当に具体的な。じゃあこれから始める人へのアドバイスで、ちょっと最後に、はい、したいと思うんですけれども、これから何を。私からですか、はい、私は最初ハンダゴテの一番安いのと、あと、はい、なんかキットをとりあえず適当に、私は中学生の時にお母さんが家の部屋の前に来たらセンサーで教えてくれるって機能がすごい欲しかったので欲しいだから赤外線センサーのキットを秋月で買って作りましたね作ったんだでも作ったんだでもちょっとハンダがうまくいかなくて、 うまくいかなかったら直してもらったりとか、よく曲折ありながら。あでも今だとやっぱりいいやつを買った方がいいとかあるんですか。いや安いのでいいと思いますよ最初は。でも今おすすめするんだったらブレッドボードでやるのをおすすめしますね。ハンダ付けしなくてできるので結構楽ちんなんで、最近おすすめするのはブレッドボードのキットをおすすめしてます。うん、LED 光らせるフラッシャーキットとか、秋月で言うと秋月情報がいろいろ出てきてじゃあその辺の工作キットも実際出されている鳥さんからのアドバイスとしては。そうですね、今ブレッドボードの話とかも出てると思うんですけれども、ブレッドボードとやはりソフトウェアやられてるんであればラズベリーパイとか、はい、アルディのあたりのソフトの方からもう LED が光ったりとか、うん、サーボモーターが動いたりとかっていうアプローチができるんで、うん、まずアルディのあたりからこう入門される。確かに。で、その後ブレッドボードに行って次にハンダゴテって、ハンダゴテも最初は安いのでいいと思うんですけれども、安いのは小手先がその使いにくいのがあったりするんですよ。で、うん、その後小手先の具合を自分でこう体感してから高いのを買うと、うん、おこんなに差があるのかって感動するというね、音調が欲しいってなりますよね。なるほどね。最近あとエジソンやったんですけど、それも結構ソフトウェアの人向きだなと思いました。インテルのやつですね。そう、特になんかサーバーとかいじってるウェブ系の人とかには向いてるかもしれません。なるほど。ラズベリーパイよりアルディーノですか。そうですね、ハードっぽいですね、アルディーノの方が、で C 言語で作れるんですごく入りやすいです。ネットにいろいろ転がってますし。じゃあ、はい、注文しますすごい。はい、どうもありがとうございます。じゃあこの辺で、一旦締めさせていただきたいと思うんですけど、何か付け加える告知的なものとかってありますか。そうですね、そしたらハルロック第4巻が4月の23日発売になりますので、はい、皆さんよろしくお願いします。買いましょう、買いましょう。私はまだ詳細が出てないんですけど、関わっているノンユーフォークスタジオという会社で大きなプロジェクトが3月に発表になるので、ぜひそれを注目していただけたらと思います。その時に私もロボットを作って発表するので、おおすごい楽しみ、うん、ぜひよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。ぜひゲスト、はい、あ、そうですね、ゲストでぜひ、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。この番組は IT メディアが主催するバーチャル展示会バーチャルエクスポの特別番組です。
展示会に参加いただくとモーニングさんのご厚意で用意していただいた春ロックの全3巻セット、これを抽選で5名様にプレゼントします。他にも iPad や 3D プリンターなども当たりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。で次は第3部なんですけど、あの10分間休憩ということで、そうですね、15時35分に、スタートしたいと思います。それまで、チャンネルはこのままに。